い、こんにちは。自営業専門税理士川南です。本日の動画は、皆さんプライベートでも使うし仕事でも使うという経費、どのように計上をしているでしょうか？どんなルールで帳簿につけていますか？本日はこの家事案分というものについて解説していきますので、どうか動画最後まで見てください。私はオンラインサロンの運営と各 SNS をしています。また2冊ビジネス書を出版しております。動画内で必要な引用元や図解などはですね、すべて概要欄の URL に貼ってありますので、どうぞそちらの方も確認してみてください。それでは早速本日の内容、仕事とプライベートが混じっている経費の計上方法について一緒に学んでいきましょう。はい、それでは本日の動画の内容は、仕様と仕事が混在判断に迷う家事案分について解説をしていきます。本日の内容です。仕事と仕様が混在する経費の処理について、要は仕事とプライベートがミックスしてくる経費というのがあるはずです。これをどう処理するのかについて動画で一緒に学んでいきましょう。まず1つ目、どんな時にこういったケースが発生するのかを解説します。次に家事案分となりやすい科目を紹介します。そして3つ目、この家事案分の案分の仕方のルールについて具体例を用いて解説をします。そして4つ目、こちら要注意点なんですけど、計上に関する注意点挙げますので、しっかりとここはね見てください。そして最後に、じゃあ家事案分を帳簿上でどのように処理すればいいのかについて解説をして、最後まとめとなっております。本日はこのような流れでいきますので、よろしくお願いします。さて、まずどんな時に発生するのかと言いますと、個人事業主でフリーランス、これ副業の方も含まれます。個人事業主やフリーランス、副業をしている方に家事案分と呼ばれるものなんですけど、要は仕事とプライベートがミックス混在する経費というのが出てきます。こちら実はですね、法人にはない概念です。ですのでこの家事案分というのはですね、個人事業主、要は自営業の方のみの独特の概念だというふうに理解していただけるといいかと思います。例えば自宅兼事務所で仕事をしている方、また自宅兼サロンで仕事をしている方が、このね、仕事とプライベートがミックスしたものというのが出てくる可能性が高いです。これは専門用語で言うと、先ほどからも言ってますけど、家事案分という考え方になります。この家事案分という考え方を一緒にこの後見ていきましょう。要は家事案分というのはですね、仕事とプライベートがミックスされている分をどう区別するのか、パーセンテージでしっかりとこの区別の線を、プライベートと仕事の区別をしようという考え方になります。そしてね、どうしてもビジネスしてると、自営業フリーランスの方は仕事と使用分、自分のプライベート分がミックスされる経費というのが発生してしまいます。次のスライドで家事案分になりやすい科目を紹介します。しっかり押さえましょう。はい、家事案分になる科目ということで、家事案分になりやすい科目を順番に紹介していきます。まず1つ目、基本的にプライベートと仕事どっちにも使うものというのがルールになります。家事案分になりやすいもの1つ目です。まず自宅兼仕事場にされている方ですね。自宅の中に作業場または仕事場を一緒にされている方が該当してくる内容になります。例えばこちらになります。家賃が該当します。また固定資産税もですね、仕事分とプライベート分がね、どうしても自宅兼仕事場と一緒になっているので、固定資産税もこの家事案分に該当する科目になりがちです。そして次によくあるのが水道光熱費。水道光熱費というのはどういったものかと言いますと、水道代やガス代、電気代というものが該当します。この水道光熱費もですね、自宅兼仕事場になっている方は仕事でも水道光熱費使うし、プライベートでも使うということが発生するということになります。では次によくあるのは2つ目、通信費になります。通信費もですね、皆さんよく思い返してみてください。特に携帯代が例にすると皆さんピンとくるのではないでしょうか。使ってる方がねほとんどだと思いますけど、これもですね、1台で携帯をね使ってる方はですね、特に仕事でも使うしプライベートでも携帯使うんだよねっていう現象が発生します。こちらネット代も同じです。要は自宅兼仕事場にネットを引いているんだけど、ネットは仕事でも使うしプライベートでも検索したり使ったりします。
ますよね。通信費っていうとこういったものが例として挙げられます。次3つ目、よくありがちな家事案文になりがちな科目3つ目はですね、車両費関連になります。この車両費の中身少し紹介していきます。どういったものがあるかと言いますと、まずガソリン代ですね。これ要は車両費は車をですね、仕事でも乗るしプライベートでも乗るしということが前提になります。そうしますとガソリン代、ガソリンを入れた時にこのガソリン代は仕事でも使うしプライベートでも使う分がミックスされて払うということになります。同じく車検や自動車税も同じことが言えます。また車の保険料もこの家事案分になる科目として該当する方が多いんじゃないでしょうか。ではこの割合、家事案分の割合のルールをどういった風に決めればいいの、これ非常に多い質問ですので、次具体例を紹介しながら解説していきたいと思います。はい、ルールの決め方になります。まず一つ目のポイントとして、客観的な判断基準が説明できることというのがまず一つ目の大事なポイントになりますので、しっかり押さえていきましょう。分かりやすく言いますと、適当はダメですよってことです。要はどういった判断基準を使えば客観的な判断基準と言えるかというと、例えば面積や時間、日数、走行距離を考慮して考えた配分パーセンテージなんですっていう風に第三者に分かりやすく説明できるということがポイントになります。例えば家賃を例にとって考えていきましょう。家賃の場合はですね、面積割合で今回考える例を紹介します。もちろん時間割合でも可能です。今回は面積割合でルールの決め方を決めたという前提で紹介をしていきます。家賃が月10万円でしたと。そして全体のね、面積、要は家の面積がですね60平米だったとします。そして仕事場が15だったとすると、これ割合をね計算すると、まあこれちょっとね算数の時間みたいになってくるんですけど、割合は 25% になります。要は全体のうち面積 25% が仕事で使ってるという判断基準でルールを決めたということです。そうすると家賃が月10万円ですので、 25% ですので月2万5000円が仕事分の家賃というふうに計上ができるよというふうになります。このように客観的な判断基準でルールを決めるということが非常に重要になってきます。次、電気代を例に見てみましょう。こちら電気代が月1万円だったと仮定します。自分の仕事の業務時間が1日7時間で週6日稼働したというふうに仮定します。そうした場合、全体の時間は1日24時間ですから、24時間かける週7日あるので、全体でいうと168時間が全体のトータル時間となるということになります。では仕事がそのうちの何時間かと言いますと、この方は業務7時間で週6日稼働してるなっていうふうに、仕事の時間が42時間でしたと。そうしますと、この全体のうち仕事時間は42時間は何割なのかと言いますと、 25% なので、電気代1万円のうち 25% 分、約2500円が経費、要は仕事で使った電気代ですよというふうにルールを決めたというふうに言うことができるわけです。今回出したのはですね、例ですので必ずしもこの方法じゃないといけないというわけではありません。今言ったように時間や日数、また車の場合はですね、走行距離などでね換算してルールを決めて、客観的な判断基準というのを作ればですね、経費として計上することが可能になります。次に、じゃあこの計上するにあたっての大事な注意点をスライドで紹介します。はい、計上の注意点です。まずそもそもなんですけど、経費というのはですね、所得を得るために必要な支出というルールがあります。要は売上を上げるために必要な支出であることが経費としての前提条件ですので、このまず所得を得るために必要な支出じゃないとですね、いくら家事案分をしても経費としてまず認められないので、そこは注意ください。そして先ほど紹介したように、明確な根拠を作っておくということが非常に大事になります。自分で適当に決めて何割ぐらいかなっていうよりはですね、やはり先ほど言ったように時間や面積など客観的になるほどというような根拠が必要になってきます。そしてもう一つ注意点です。ルールは原則継続してください。一度ですね、例えば車両費を 50% が仕事で半分がプライベートだなっていうルールを決めたとします。ルールは基本的に原則継続することをお勧めします。要はどういったことかと言いますと、今年は 50% なんだけど、
来年は 70% で、その次の年は 30% なんだっていうふうに、ルールがこのように波がありすぎるとですね、これ適当に決めてんじゃないのみたいに思われがちですので、なるべくルールは原則継続するという方がおすすめです。もちろん中にはですね、働き方や仕事のやり方が変わって、また仕事のね幅が広がってですね、最初に決めたこの案分の基準よりも多くしたい、または減るケースもあるかと思います。その時はもちろん増やすことはできますし、減らすこともできます。それをですね、連続してアップダウンをしないで原則継続するという意味ですので、ちょっとね誤解のないように解説をしておきました。さて、もちろんこれ当たり前なんですけど、プライベート分の計上は NG になりますので、当たり前のことなんですけど再度注意をしておきます。またですね、適正な割合ではないという場合は経費として認められないということになりますので、お気をつけください。例えば本当はプライベートも使うし仕事も使うものをですね 100% 経費に計上するということは適正な割合ではないと言えますので、経費として否認される、要は認められないということもありますので、お気をつけください。そしてこちら、先ほど言った家賃なんですけども、配偶者の方が家賃を支払っているって場合はですね、自分の仕事で要は経費として払ってないことになりますので、この自分で払ってないもの、また配偶者が支払っているものを経費として計上するってことは、そもそものルールとしておかしいので、それはできませんのでご注意ください。またこちら、ちょっとねこの話を出すと必ず出てくる質問なんですけど、じゃあ配偶者に賃契約、要は契約として月3万円この場所仕事場として借りますみたいな風な契約を結べばいいんじゃないですかってね思う方いらっしゃるんですけど、基本的にですね、この同一生計、要は同じ生活、財布一つで生活をしている人に対してですね、この家賃契約を結んで家賃を払うって経費にするっていうことはルール上できませんので、お気をつけください。これほとんどほぼ認められないというふうに思っていただいていいかと思います。では計上の注意点をざっとね言ったところで、次はじゃあ実際帳簿上に家事案分ってどうやって入力、帳簿をつけていけばいいのかについて、次のスライドで解説をしていきます。はい、帳簿での処理になります。帳簿ではじゃあ実際どのように処理をすればいいのか、まず一つ目の方法です。割合を計算して記帳する方法になります。これどういったことかと言いますと、例えばガソリン代の場合、レシートを見てですね、5000円かかっていたと、そのうちの2000円が仕事用だというふうになった場合にはですね、この2000円をもう割合を計算して2000円で記帳する、要は帳簿をつけるという考え方、方法が一つ目になります。2つ目の方法として、これ会計ソフトを使っている方はね、この方法でされている方が多いと思います。今言った例でいくと、ガソリン代5000円合計額をそのままガソリン代として入力して、後で1年間のトータル分をパーセンテージで分けるということがですね、会計ソフト使っていると簡単にできます。この方法やはり便利ですので、会計ソフトを使っている方はですね、1回1回ね割合を計算してってしてると非常に手間がかかりますし、非効率なので、会計ソフトを使っている方は合計額で入力しておいて、後で案分する方法をおすすめします。そして少しイレギュラーなパターンになるんですけど、年1回まとめて入力するっていう方法もですね、自営業フリーランスの方でビジネスがね小さい方とか、この水道光熱費等がね少額だっていう方は1年分まとめて年1回入力しても、まあ差し支えはないかなと思います。もちろん厳密に言えば毎回毎回ね細かく入力した方がいいに決まってるんですけども、例えば月1000円の水道光熱費で1ヶ月1000円だとすると、12ヶ月分1年になると1万2000円だと、それくらいですとね、毎回毎回ね、あ、この1月末1000円とかいう風に記載していくと大変だっていうことなので、まあ、自営業の方、フリーランスの方、またねそこまでビジネス規模が大きくない方で金額が少ない場合は、まとめて1年分水道光熱費の電気代1万2000円という風に1回入力するという方法もありじゃないかなと個人的に思います。これ正式に認められている方法ではないので、そこだけねご注意ください。はい、まとめになります。本日の動画では家事案分について説明をいたしました。皆さん結構この質問多いんですよね。仕事とプライベートがねごっちゃになってる経費ってどうやって計上すればいいのかっていうね疑問が多いので、今回動画にさせていただきました。この家事案分のルールというのはね、しっかり理解して客
観的に説明できるっていうことが大事になりますので、自分でね判断して、要は自分の使用割合、またね自分の稼働時間、面積割合などなどを使ってですね、何割にするのかというのを決めていただければと思います。最後こちらの注意点なんですけど、先生何割にすればいいですかっていうのね、質問をよくされるんですけど、その方の働き方、業種、仕事のやり方によって案分というのは全く人によって変わってきます。で、正解の割合っていうのは正直なところないんですよ。じゃあこうしましょうねっていうような割合を私から提案するっていうことは難しいです。そしてですね、実際にねその方のねビジネスを覗いてみないとですね、どういったどれぐらいね使ってるのかっていうのをね知らないと判断ができませんので、正解の割合はないということでね、皆さん自分のビジネスですので、自分の使用割合でルールを決めていただければと思います。はい、私は税理士ファーミナミのオンラインサロンということで、オンラインサロンを運営しています。メリットが3つあります。まず1つ目のメリット、質問や相談をオンライン上ですることができます。 Facebook の非公開グループで運営をしています。オンライン上で税理士を味方につけるというコンセプトでやっております。2つ目、定期的にサロンズームを開催しています。こちら2ヶ月に一遍の開催なんですけども、私に直接ズーム上で質問相談をすることができますし、またメンバーが全員起業している方ばかりですので、異業種交流になるということでね、非常に参考になると好評です。3つ目、税理士の裏側を公開しています。平日毎日記事を投稿していっておりまして、ビジネスに関する役立つ情報、経理税金の新しい情報、また SNS の裏側などなど、オンラインサロンのみに投げている情報ばかりになっておりますので、気になる方はオンラインサロンの方入会ご検討ください。詳しくは概要欄の URL から飛べるようになっておりますので、詳細の方ご確認ください。参加お待ちしています。さて、またですね、私はいろいろと SNS をやっておりまして、 SNS のフォローと、またこの YouTube のチャンネル登録の方よろしくお願いします。いいねやコメント、高評価ボタンいただけると励みになりますので、ぜひぜひお待ちしております。またビジネス書を2冊出版しております。1冊目はインボイス Q&A ブックということで、30分とスパッとわかるインボイス制度、もうすぐね10月から制度がスタートする予定ですので、皆様しっかりと押さえておきましょう。知らないと損すること、本当にインボイス制度はたくさんあります。もちろん動画の方も出してますので、そちらの方もうまくご活用ください。そしてもう一つ、2冊目の方なんですけど、フリーランス自営業向けに必要な経理税金節税確定申告に関する基本的な情報を1冊にギュッとまとめた本を出版しております。どちらも Amazon Kindle 版もありますし、楽天ブックスなどからも購入可能ですので、ぜひお手元に置いて自分のねバイブル本としてお使いください。はい、それでは本日の動画も以上になります。動画最後までいつも見てくださっている方ありがとうございます。またいろいろとね、私 SNS をしておりまして、ボイシー毎朝8時に投稿していってますし、インスタやツイッターはまたちょっとね違った情報を上げてますので、フォローの方お待ちしております。本日は皆様から質問の多かった家事案文について動画で解説させていただきました。何かのお役に立てたら幸いです。それでは事業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。